も一日頑張る。おはようございます。あの事件が終わってすぐ、学園の武道場も閉まるため、私は千秋先輩。大丈夫？ソラちゃん。
どうも。まゆちゃんだっけ？いえ、まだまだし、でも、いつかおじいちゃん。うん、きっとなれるよ。すごく頑張り屋さんみたいだし、私ももっと頑張らなくちゃ。ソラさん。と、まあ、これで時坂君につ、はあ、異界ですか。コウ先輩とアスカ先輩がいなく、そのん、ええ、いアスカ先輩はコウ先輩とどういったご関え、だってこの間の事件の時も息ぴったりって感じでしたし、あんな場所で一緒に戦うんですから、よほどの信頼関係なんですよね。ごめんなさい、今まで時坂君と一緒に戦ったのはソラちゃんやアイザ、この際言っておくけど、私はできるだけ一般人を巻き込みた、協力を申し出てくれたあなたや時坂だから、それに関しては危険度が低い仕事やよほど人手が必要、そう。私もやっとこうせ、なんというか、ソラちゃん本当に時さ、今更だけどつくづく意外な感じだわ。面倒見がいいのはわかるけど、妹弟子だったっていうのも。そうですね。でもあの夏が、へえ。もしか、もうアスカ先輩たら何倍音ですか。私は別にそんなこと、って、あら、その喋り、その、実はまだ鉛が抜けてなくて、どうかコウ先輩には。そう、ホロスの通知ですか。ホロス、ええ、すぐ近くです。アスカ先、thank you.
さすがね。もう時坂君は必要ないかしら。やっはっはっ、せそんなことないですって。はっ、さあ、せい、先に進みましょう。はっはっ、せい、それは…和光先輩も小さい頃の…九州からお父さん師範と一緒に九重の道とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが実感で、そんなある日、その時真っ先に気…大丈夫か、ソラボウ。私、こうくらいで。ああ、たく、さすが。なーに、ソラボウだったら。それより、もう、俺の見てないと。心配だって言ってん。そりゃ、実力はお前が上かもしれない。お前は俺の妹でし。ほら、そんな怪我なんか早く治して。また修行。何気ない一言でしたけど、いつか
またそれはきっと千秋せだから、何と言われようと私はコウ先輩なら。ソラちゃん、まったくもふん、一丁上がっ、これでだいたい300万くらいの儲けかな。うん、あの社外秘情報をゲットしたのは、はいはい、どちら様。あ、ゆうくん。なんだね。もうなんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、学園もちゃんと言ってる。食べてる食べてる。それじゃあそういうことで。ゆうくん、やれやれ、一学園ね。悪いけど、よくぞ来た、迷える子羊。悩みがあっという間に解決するって。へえ。
森。休み明けからえらくやかましい。神様がどうとか。なんだお前、知らねえのか。だっ、よくぞ来た、マユ。なんだこれ。神様の言う、今女子の間で人気の対話型占いだと言われてもな。まあ見てろ、例えばここにこうやって。まずは出会い、それと家業を手伝うなり、がっつきすぎずに己を磨けばってな。こんな感じに神、はあ、お店のこととか部活の。どうよ、わかっ、なんでお前が偉そうなんだ。でも実際かなりの精度で、アプリのレビューも高評価で、連休の私は使ったことない。みんな占いとか大好きだもの。だろだろ、女子に人。さてはお前、こいつをネタに女子と仲良くなろ。バカにすんじゃねえぞ。硬派で通してる俺がそんなわけ。まあなくないこともなく、ゴン、このアプリが話題なのはなんとこの森宮学園にいる生徒の誰。そうな、うん、でも妙に急いでんの。うん、ちょっとこのテキパキ片付けないと。とわ先生、担任や委員会の顧問に加えて。あ、なんだった。大丈夫。それじゃあコウ君、さてと。コウちゃん。ああ、また夜の場。あのね、コウちゃん、わかこの前、ま、目音漫才はそれくらいにしとけ。そんなことよりって、あ、もしか、そう、今日の夕方からあのアクロスタワーで行われる。ピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ。やれやれ、話がそれた。アクロスタワー、ちょっと北にある森宮市のランドも、いろいろな商業施設、他にも。そう、そこでスピカが、いやー、このチケットを取るのも、なんたって結成3周年、気合いの。やれやれ、平日なの。まあ新曲ってのも確かに悪くはなかった。お、もしかしてついにこうも目覚めたの。今まで散々貸してやってもろくに聞かなかったくせによ。何せ当の本人に手は、まあ試しに聞いてみたら。そうだろう、そうだろう。ま、今日は当日券もねえだろうから、せめて感想。次のミニライブ。あれ、りょうたくんのお財布。ああ、か、今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよな。なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間に押し。なんだよこの画面は。それに交通事故。おいおい、こんなのが表示されたんか。かん、ライブ前にこんな不吉な。ったく、占いは。いいことが書かれた時だけ。そうだね。よし、ああ、
待っててくれ、スピカのみんな。たく。
おう時坂、今帰る。ああ、今日もバイはい、今日は部長たち3年生私ら一日連休中に空と特訓。はい、あの人ひょうひょうとしながらインハイの常連だか気合相沢はもう空とも今までおい、確か3年あ往来の邪魔だ。食べるならは。は。と。まあいい。まあ食べれるだけ仲がいいのは結構なことだな。あ、はい。はあ、びっくりした。高畑学園、いや森宮でも屈指。ええ、喧嘩でも空。ええ、学園の上級生その。まあ。まあ空ら、それに噂首輪の外れたや。ええ、思ったよりやっぱり見かけとか噂で。え、あた先輩。そうだった。時坂。ま、おう。
の神様は可愛かったな。
お、宝箱だ。お力ゲットで交代するぜ。交代するわ。シュート、変わります。ここは任せて。
行きましょう。ここにある。
ブリザードピア。
ブリザードピアス。はっ、ブリザードピアス。さあ、行くぞ。
私の出番ね。おう、変わります。交代するわ。お、宝箱だ。権限、よし、見つけたか。そういえば、
祝いは送ってあげる。あ、分かってるとは思うけど、絶対転用禁止だからね。あれ？げっ。よりにちょっとした力仕事もあった。ああ、そういえばたま結構いい動力たま。ああ、大変。しかし九重先生から高速違反スレスレのグレーゾーンなんてな。俺も教師がこんな繁華街で飲んでるなんて。ま、放課後だし。助かるっす。しかしいい店だ。実は俺この近くに時坂もいることだし、せっかくだ。勘弁してく。はよ、どうし。うっせ。テンション高えな。タワーでライブだったか。おお、さっきな、春菜に若葉ちゃんにアキラな。あの時スピカと俺たちファ切っていいか。まあ待て、聞けって。生のステージは別物なんだぜ。お前も体験すればきっと。
おい、切れちまった。なんだよ今の。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間におしまい。心の準備だ。冗談、まさか。おはよう。なんつって、いや遅くなっちまったな。なんだよ。
ここが生徒会室です。じゃあさっそ。どうぞ。失礼します。こんにちは、柊さん。どうも。しかなんつうか。改めてそちらの二人。え？生徒全校生徒の顔と名。いや、なん。時坂くんは、生島さんはご実家の。そして。干渉は無用で、今日は聞きたいことがあった。何でしょう。校内で流行している裏、そして学園内それらについて。えらく直球。例の神様アプリ、学園内に流れているそうですね。その根拠。あのアプリは北斗通り噂を確かめるために、開発者は森宮。なるほど。ちょっと今さらっと。北斗堂。こちらの美月さんは現会長のお孫さん。あ、マジか。まあちょっとだけコネを。いや、そんないい絵。しかしそうか、本当に。それで。そうですね、申し訳。ごめんなさい、これ以上理由もなく。わかりました、あとはこちら。ヒイラギ。理由があるならおし。あら。昨日幸い軽傷で済んでくれたけど、その事故に神突拍子もない話で。光線時坂くん。伊吹亮太くんがもったいぶるつもりではなかった。封筒。生徒会から不登校森宮記念公園のそこで一人暮らしをして。それってそのす。何でも入学もしよかったら。では一つか。いえいえ、柊さん、時坂くん、生島さんもどっ。イルス使ってるのが、うん、ああそうだ、あんたら誰？ああいいよ、入ってきても。
礼する。たく、2B の同じく 2B クラスで、そっちは私たち、お前が篠宮、篠宮勇気、一応さて、こんなことされても、ま、わざわざご苦労だった。ああ、たく、先輩は敬え社会に出たらそんなもの何の意味もない。ぐ、ま、ま、それより篠宮君、さっき学園のデータベースに、へえ、どういうことだ。簡単なことよ、エントランスで話した時なのに、ここに来るまでモニターに映った映像も、おいおい、そんな短時お察しの通り、あちこちから情報を、あ、なるほどな、大方あのそうそう、神様、まあその点情報ソースは別だ。まあいい、ええ、あのアプリがどう、ん、なんだ、まあ神様の種を明かすと、あ、悩み事が入力されると、その個人情報をもとに自動生成、まあ多少結果にばらつきは、個人のブログを持っている人、ネット上にある心理学、ああ、かん、そいつを実、でもそれより高度な仕組みの、はこちらの話、いずれにせよ、おいおい、と何せ神様を作ったんだ。話はそれじゃあ、あの、ああ、事故とか怪我とかのお告げが、一応調べてみたけど今のと、あのな、だから知らないって。そもそも事故や怪我がさ、いやー、敵、お前の、なら例えば別、はあ、あのさ、オカルト、僕、そ、異界に関しては、ええ、ああ、ちょっと面白い相手が訪ね、はい、それちょっと待て、ゆうくん、まあ返事くらいしてくれたらいいのに。端末に夢中になるのもいいけど、少しは外に、します、お邪魔しています。あ、ゆうくん、もしかして、
お友達が。はあ、ちょっと、もうそうならお姉ちゃんなん、あの、いや、わかった。ああもうゆ、とっとと帰れ。あ、いいから帰れ。やれやれごめん、せっかく来てもらったの大丈夫です。もしかし、ああそうね、ゆうくん、そのいや、俺ら別件？篠宮くんが、残念ながら、ゆうくん、そうだったの、そういえば失礼ですが実はアクロスタワー内にある学芸員さんで、お近くの職場、そうする。そういや、家賃とか、それうちの父は省庁勤めの厳格、勇気はあの性格でしょ。それで今年中学の卒業と同時に父も勝手に素人を見、どうやらネットで株をやってかなりお金を貯めて、マンションの家賃なんかも問題なく払い、よく様子見に行くんだけど、いつもお姉さん、そんなこと、少なくとも貧困法だが昔から何でもできるせいか、周りを寄せ付けないで友達じゃなかった。そのでももう私な、まあこれもえ弾けない、しないで、悪いけど。そうですか、ごちそうさますそれじゃあ、行ってし、なんつうか、あ、でも神様アプリの、え、私一人っ子ですから、ずっとお兄さんとかお姉さんと、なのに篠宮くん、早くこの件を、うん、とはいえまだいか、それを見極めるのが、ああ、明日は休日、はい、そうだ、さっき言ってた、せっかくだからダウンロード、何かしらこれ。説明してくれよ。
メだ。いつもはこっちから忍び。状況は大体はどうやら伊吹くんのそれによって彼女のみ。あ、とにかく、ああ、お前姉貴がつと、そしたら無断欠勤。一応体調。そうか。昨日分かる忍宮くん。そうだ、最近確か市内のどこ。ああでも、場所思い当たる場所はないか。もしかするとあの通りには。ええ、私も見かけたこと。そうだ、よし。ええ、じゃあ篠宮くん。ちょはっきり言ってこのままあんただろうな。いいわ、いざの時は下がっていてもらうけれど。とにかく
宝箱ね。お宝ゲットです。行きましょう。
まな、あんたら、なあ、もう、ほら姉さん、おい、一体どう、おい、やはりまだ終わっていない。え、どういうことだ。おそらくあのグリードを倒した直後、あの奥に住まうな、それこそが。あ、今の彼女は、そして精子、このまま失われ、それが、そんなこと、僕が作ったアプリが、そんなこと、アプリのせいじゃないわ。悪魔、そのきっかけになっ、そうと決まりゃやることは一つ、一刻も早く。ええ、だけど姿が確認、僕が、お前、なんとか。真偽はともかく、だったらアプリの本体を調べれば、生き、あんたら凡人には。
型だからでしょうか。ちょうど入れ替わりの時間かしら。けど好都合だわ。これが全部このどれか。ええ、ここ。ゆうき。さっきから妙にし、いいのか。まあ、引きこもりのそんな真似をするほど。身の程をわきまえるのも、うん、だそうよ。そこでなんで俺を見ん。僕は小さい頃から天才なんて、それこそ自分のことを神様だと本気で思ってたくらいの痛いやつ。ゆうきくん。でも僕のせいで姉さんが聞きハプニングにみっともなくうろたえて、ずっとバカにしてサボってた学園には、正直そういきなり首相になりついていけないのは、はどうか。はこの光ブートカルバリーテイク。そしてそありえなさすぎる。いつので、お前がその気な。うん、一緒におね。勝手に決めて。まあいいでしょう。今さら二人も三人もか。行くわよ。ここは僕に任せてよ。せっ、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 せっ
よし、ゲットだ。ここは任せろ。意外と動けるじゃねえか。まあ運動はできないんじゃなくてしないだけだから。調子戻ってきたみたいだね。道が開けたぜ。ここは任せろ。交代するぜ。せいや。Take it! Ha!
びれが。ラッキー、宝箱じゃん。はい、やっは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 っ、お宝ゲット。ここは僕に任せて。強大な気配。こいつが神。文字通りのバグっては。あの中に彼女のせ、だいぶ弱っているみてえだ。待ってろ姉さん。まずは柱を叩くぞ。
びっくりしたって。そうか、姉ちゃん。言ってれば体は大丈夫。あ、もう、なんだかんだ言って。異界の反応も消えた。やれやれ、神様アプリについても篠宮君のアフターサーバーにあった神様、その上ユーザーのダウンロード履歴を利用した自動ハッキングツールタグ今後の被害の可能性、しかしまさかネット上、やれやれ、そう、今明らかになっていること、あなたもせいぜい気をつけなさい。へいへい、よう、ソラ教室にいなかったから、こんちは。しのみや、やだな、平日にきちんと登校する、あのなこれ、まあね、あんたらみたいなのがいる。そうか、それと僕みたいな、うん、たくまいったわね、ネメシスの2、悪くない。